タブリーズのバザールあるいはタブリーズの歴史的商業施設はイランタブリーズにある中東最古のバザールであると同時に世界中で最も長い商業施設である。2010年ユネスコの世界遺産に登録された。タブリーズは高校の時代より公益の交差路としての役割を果たしてきておりタブリーズのバザールはタブリーズの中心街にある。タブリーズのバザールは 金及び宝石を取り扱うアミールバザール、ペルシャ絨毯を扱うモッザファリーエバザールなど様々な物品を取り扱う複数のバザール施設が複合して構成されている商業施設である。今日でもタブリーズのバザールでは新規の店舗が開設され続けている。そして今日もなおイラン北西部の経済の中心地として機能している。またタブリーズのバザールは 19世紀以後のイラン市において重要な役割を果たしてきた。タバコボイコット運動においては当時のイランにおいてタバコ生産の最大の地域であったことを背景に住民がナーセロッティンシャーに対してイギリスへ供与した利権の破棄の伝報を打った場所として記録に残った。また19世紀以降タブリーズはイランの対ロシアヨーロッパ貿易の中継都市としての 発展を遂げ、そのために、西欧の新しい政治思想を、いち早く吸収することができたために、イラン立憲革命の際にも、第一議会に、全国的に先駆けて、立憲派のタブリーズアンジョマンが結成された場所であった。2019年5月8日の夜9時頃に火災が発生し、消火に6時間を要した。16名ほどが軽傷を負い、150店舗ほどが損害を受けた。 タブリーズのバザールは、アーシューラーの際には、10日干渉取引を停止し、宗教的行事が営まれる場所でもある。中東の他のバザールと同様に、タブリーズのバザールも、例外ではなく、バザールの後輩地にはモスクが建設されており、タブリーズの場合には、邪明モスクがそれに該当する。ありがとうございます。